にちは。ゆいちゃん、いいところで会えたわ。ねえ、これから買い物行かない？お買い物ですか？衣装のお店で水着のセールをやってるんです。 GGO の世界で水着なんて何に使うのかわからないわよね。もしかして水中ダメージが減る装備とか？それで水中戦が増えたら水中銃がバカ売れするようになるかも。さすがにそれはないと思うけど。でも川や湖もありますし、そこで遊べたら楽しそうですね。ママにお弁当作ってもらっていいですね。みんなで泳ぎに行ったら楽しそうです。よし、決まり。みんなで可愛い水着買おうね。張り切ってるわね、リズは。見せたい相手でもいるの？何言ってるの？別にいないわよ。まあいいけど。でも水着ってちょっと恥ずかしい気もしますね。着るのに勇気がいるっていうか。その気持ちはわかるわ。別に誰に見せるわけでもないんだし、女の子同士なんだから恥ずかしがることないって。私はママに見せたいです。あとパパにも。キリトさんに見せるのはちょっと。え、パパに見せてはいけないんですか？ユイちゃんが見せるのは大丈夫よ。とにかくお店に行こう。たくさんありますね、水着。確かにこんなに種類があるとは思わなかったわ。目移りしてしまうわね。ビキニタイプにワンピース。わあ、こんなに際どいデザインもあるんだ。この黄色い水着かわいいです。うん、きっとゆいちゃんによく似合うね。試着してみる？はい。それじゃあみんな好きなの選んで試着してみようか。みんな着替え終わった？はい。皆さんの水着早く見たいです。ゆいちゃんの水着かわいいですね。すっごく似合ってます。ありがとうございます、シリカさん。シリカさんの水着も素敵です。水着なんてあんまり着ないからなんだか落ち着かないわね。とか言ってシノもかなり大人っぽい水着を選んだじゃない。シリカもちょっと冒険してる？いいね。リズさんもいつもより大胆な感じですよね。そうなの。なんか試着してたら楽しくなっちゃって。まあさっきも言った通り、誰に見せるわけでも。それじゃあ皆さん、パパのところに行きましょうか。はあ？ちょっと待って、ゆうちゃん。キリトのところ？はい、皆さんが水着を選んでるってさっきメッセージを送っておきました。キリトさんに見せるんですか？せっかく皆さんが可愛い水着を選んだんですから、パパからもそれは楽しみだなって帰ってきましたよ。キリトのやつ。中止！ゆいちゃん、そのお披露目会は中止にして。ダメですか？ダメだよ。だってこんな格好で。私もキリトさんに見られるなんて恥ずかしいです。私も当然無理。ごめんね、ゆいちゃん。そうですか、残念です。すみませんでした、皆さん。あ、ゆいちゃんは悪くないよ。キリトが楽しみとか言うから悪いんだ、あのスケベ。そうね、後できつく言わないと。ちょっと残念な気もしますけど。どうしたの、シリカ？いえ、なんでもないです。